野間岳は、薩摩半島の南西部、野間半島にそびえる火山岩からなる山である。遠方から眺めると急峻な円水型を成しており、海門岳、近方山と並んで、薩摩半島の三名山あるいは、薩南の三岳の一つに数えられる。地元では岳、野間岳、野間岳丼と呼ばれる。南側三腹に目岳を従え、標高500メートル以上は、 岩石の露出する旧街となっている。山腹の八合目に野間神社、山頂に一等三角点がある。東方海岸沿いに円水系の小山があり、山陽が野間岳に似ていることから小岳と名付けられている。南側山麓の黒瀬から野間神社を経由した登山道が整備されており、徒歩約2時間で頂上まで登ることができる。 毎年2月20日の野間神社礼祭に登山する風習があり、竹名、20日祭、野間竹祭と呼ばれる。山体は、新大山基に、四万塗装群の上に形成された安山岩と、業界隠れ岩からなる古い火山の跡である。海岸付近には、薩摩の菊、細川岩など、山腹には亜熱帯森林に相当する阿光や、田武の木など、中腹には、 タブノキやスダジーなど、山頂付近には、イスノキやウラジロガシなどが見られる。また、山桃、シャリンバイ、クチナシ、荒ク桜、ツツジなどの花々を見ることもできる。野間神社社記によると、野間学は、ニニギノ村が最初に上陸した地であり、山腹に、神世のと、カササの偶があったとされる。古くから、山岳信仰の対象となっており、 会場から目立つ山陽のため特に公海者からの信仰が厚かった。日本初期人代が第九弾の一所の割れたの長屋の笠佐野の岬に至ります。ついに長屋の竹島に登りますという逃木の村が登ったとされる竹島が野間学であると言われている。江戸時代以前は中国の船が長崎港へ向かう際にこの山を目印とし、 会場からこの山を見つけた時には酒を捧げて祝った。中国出身の船乗りたちは、娘かか信仰にちなんで、娘かか山あるいは天肥山と呼んでいた。野間学は古くは、笠さ学と呼ばれていたが、娘かか神を祀るようになってから野間学と呼ばれるようになったとされる。一方で、それ以前から野間学と呼ばれていたとする見方もある。薩摩半島南部に退治する。 金宝山と野間学は仲が悪く、金宝山が野間学に矢をいて耳に当たったため野間学は片耳になり、いられた野間学は耳を取って金宝山にぶつけたため金峰山の一方の肩が低くなったと言われる。また、野間学の神様が金宝の神様に石を投げ、仕返しに金宝の神様がすすきを投げて、 野間学の神様の目に当たり片方の目が小さくなったという伝説もある。また、娘かか信仰に関連して、中国福建省保田の娘が神のお告げにより海へ身を投げ、その意外が野間に流れ着き、漁民たちが野間学山頂に葬り、野間権現者としたという伝説がある。笠佐町郷土市下館 TP826? 鹿児島の自然調査事業報告書一何冊の自然、鹿児島県立博物館、1994年、ABC 山本隆九州の山と、伝説総集編、PP260、足処房、1983年、橋口県い西しえ、古代州、京、橋口県平、三国名称図絵巻の27,843年、 笠佐町郷ょうきょ pp795 十五、さちょうきょうどしげかん pp896 ありがとうございます。